あんた最近家事手抜きしてない？夕食も簡単にできる鍋とかが美味しさ。ごめん、ここ最近仕事が忙しくて時間がないことが多いんだ。でも全部手作りだし、栄養バランスにもちゃんと気を使ってるよ。低収入のくせに仕事を言い訳にするつもりなの？あんた何様？栄養バランスとかどうでもいいし。なんか夕飯が地味だとテンションが落ちちゃうんだけど。もっと華やかなのお願い。オマールエビとか使って入るやつにして。近所のスーパーにはオマールエビなんて売ってないよ。じゃあ今日はブラックタイガーでエビフライにする？エビフライのどこが入るのよ。スーパーにないならデパ地下で買えばいいじゃないのよ。いやいや、普段の買い物にデパ地下使ってたら食費やばいことになるよ。マンションのローンもあるんだから、できるだけ節約しなくちゃ。はあ、あんた低収入のくせにお金の文句まで言うつもりなの？節約生活とかケチくさくて無理だし。だけどマンション買ったんだから仕方ないよ。ゆかの希望で予算大幅に超えちゃったんだからさ。私の方が収入多いんだから決定権は私にあるに決まってんじゃん。名義も私なんだから文句言われる筋合いはないんだけど。文句なんか言ってないよ。でもローンがあるからしっかりとやりくりしないとさ。その辺はあんたがうまくやればいいんじゃないの？家事は全部任せてるんだしさ。ケチくさくなっちゃうのはあんたのやりくりが下手ってことでしょ？ほんと低収入なんだからそのくらいちゃんとやってくれない？ほんと使えない人。僕なりにちゃんとやってるよ。毎朝5時に起きて朝食の用意して2人分のお弁当作ってるし、帰りには買い物して帰ったら夕飯のように片付け、掃除もやってるでしょ。だから何？当たり前のことじゃん。収入が少ない方が家事をやるのよ。だから僕は文句なんて言わないでしょ。ただあまり無茶は言わないでよ。生えない夕食なんて価値ないし、私は自分の収入に見合ったセレブな生活を送りたいのよ。それが無茶だよ。確かに同世代の平均よりは結構高いとは思うよ。でも一等地の新築マンションのローンを抱えてセレブな生活は無理があるよ。だから夫婦で協力し合おうよ。あー、ムカつく。あんたなんかと結婚するんじゃなかったわ。低収入男のくせに口だけは達者でさ、高収入な私への感謝が足りないのよ。そんなこと言わないでよ。ゆかにはちゃんと感謝してるし。だったら感謝を形にして示してほしいんだけど。とにかく今日はオマールエビで何か入る料理にして。また冴えない食事だったら私食べないんだからね。まあたまにちょっと贅沢するのはいいんだけどさ。でも今日は残業になりそうだし、デパ地下なんて言ってたら遅くなっちゃうよ。週末じゃダメなの？はい？低収入のくせに残業？ふざけるのもいい加減にしてよ。私は定時に上がれるんだけど、私を待たせるっていうの？確かに安月給だけど、僕も正社員として働いてるんだよ。そりゃ残業しなきゃいけないこともあるよ。これは分かってよ。あんたが仕事できないから残業になるんでしょ？はあ、なんで私こんなダメ男と結婚しちゃったんだろう。時間を巻き戻せたら絶対あんただけは選ばないわ。だからそういうこと言うのはやめてくれよ。本当に悲しくなっちゃうからさ。男のくせにめめしいわね。そういうところも嫌なのよ。イライラするし。確かに僕はめめしいところあるかもだけど、ゆかと幸せに暮らすために毎日頑張ってるんだよ。私と一緒に幸せに暮らすため？何あんたも幸せになろうとしてんのよ。あんたは私の幸せのためだけに奉仕してたらいいのよ。私との生活を続けたいんだったら絶対に逆らわないことね。分かったよ。今日もなるべく早く帰れるようにするから。なるべくじゃダメなのよ。絶対に。私は離婚したっていいんだよ。嫌だったらさっさと帰って入る夕食を用意すること。分かった？分かったよ。今日って定時上がりじゃなかったの？もう夕飯できてるよ。はい？あんた残業って言ったじゃん。だからフレンチのディナーに来たの。え？ゆかが早く帰れって言うから急いで仕事終わらせてデパ地下でオマールエビ買ってきたんだよ。もうオーブン焼きできてるよ。そんなの知らないし、あんたが勝手に買ってきたんでしょ。いやいや、ゆかがどうしても食べたいって言ったんじゃん。
いちいち細かいのよ。本当にイライラするんだけど。せっかくのフレンチが台無しじゃん。もう連絡してこないでね。僕の料理は台無しになってもいいの？一生懸命作ったのに。その頑張りましたアピールもマジでうざいわ。もったいないって思うなら自分で食べたらいいじゃん。こんなに食べれないよ。じゃあ冷蔵庫に入れとくよ。明日温めてあげるから食べてね。はい？私に作り置きを出すつもりなの？ありえないんだけど。私は食べないから捨てといて。食べ物を粗末にはできないよ。明日のお弁当にでも入れるよ。ああ、明日は私弁当いらないから。ていうか今日は帰らない。え、なんで？ワインも注文しちゃったし、帰るのが面倒になったのよ。せっかくいい気分なのに、あんたの顔なんか見たくないし。ていうか、一人でフレンチディナーにワインまで飲んでるの？もちろん一人じゃないわよ。あんたじゃないんだから、ぼっち飯とかありえないし。誰と一緒なの？会社の人とか？まさか、男の人じゃないよね？男だったら何か問題でも？二人きりとかじゃないよね？二人きりに決まってんじゃん、デートなんだから。デート？冗談だよね？あんたに冗談言ってるほど暇じゃないんだけど。浮気してるってことなの？浮気って、私クラスのいい女なら男の一人や二人普通にいるでしょ。低スペ男のくせに私を独占してるつもりだった？ウケるんだけど。言ってる意味がわからないよ。いうか正気なの？酔ってるだけだよね。本当にあんたうざいわ。あんたは家政婦みたいなもんなのよ。ある程度稼げて家事もできるから一緒にいてあげてるだけだし。私が本気であんたなんかに惚れるとでも思ってた？哀れすぎて泣けてきたわ。お前本当に最低だよ。なんとなくいいように使われてる気がしてたけどさ、そこまではっきり言われたらもうユカとは一緒にいられない。何？別れるって？別にいいよ。どうせ別れて困るのはあんたの方なんだしさ。ユカが浮気したんだから慰謝料も請求させてもらうから。低収入男らしい発想だね。いいよ、払ってあげるわ。相場は300万円くらいかな。余裕なんだけど。ただしマンションは私のものだからね。じゃあ遠慮なく300万円請求させてもらうよ。マンションはユカの名義だし、ローン払えないから別にいいよ。じゃあ明日離婚届用意しといてね。あんたの荷物は今週中に運び出しておいてよね。もうこの部屋にはいたくないし、明日には出ていくよ。早い分は構わないわよ。もう二度と連絡してこないでね。しないよ。さよなら。ねえ、あなたを許すわ。はい？何言ってんの？もう他人なんだし連絡してこないでよ。だからあなたを許してあげるって言ってるのよ。帰ってきなさいよ。いやいや、帰らないから。全然意味わかんないし。本当はあなたも後悔してるんでしょ？私みたいなハイスペックな女を手放しちゃったことを。ユカみたいな性悪浮気女と別れられてすごく嬉しいよ。何強がっちゃってんのよ。私がいないと生活水準もかなり下げないといけないんじゃないの？僕はもともとちゃんと身の丈に合った水準でやりくりしてたし、家計としての収入は減ってもローンの支払いもないからプラマイゼロだし。駅地下の高層マンションが恋しくなってきたんじゃないの？もともと興味なかったもん。僕バイク通勤だから駅地下とか全然関係ないしさ。どうせ狭いボロアパートでも借りてるんでしょ？私が帰ってきていいって言ってるんだよ。素直に帰ってきた方がいいよ。家賃の割にまあまあ広い部屋借りられたから満足してるし。だからユカのところに帰ることはないから。他にも男いるんでしょ？寂しくなったんなら誰か連れ込めばいいじゃない。あいつらじゃダメだからあんたに言ってるのよ。まあ僕みたいに仕事しながら家事も家計のやりくりも完璧にできる男なんて多くはないよね。特にユカが贅沢したがるからやりくりは本当に大変だったよ。無茶なローンまで抱えてたしさ。あんたと一緒だったら全部うまくやれてたんだから。だから帰ってきなさいよ。どうせ好き勝手に暮らしててお金が足りなくなったんでしょ。どうせユカがまともなやりくりなんてできないし、そもそも離婚したことで世帯収入は減ってるんださ。
あんたの収入なんてどうせ大したことないでしょ。ゆかは家計のこと全然気にせずに好き勝手してたから知らないだろうけどさ、ゆかが家計に入れてた20万円のうち15万円はローンに消えてたんだよ。そもそも生活費として入れてる分からローン引かれるのがおかしいけどさ、残り5万じゃ生活できないよね。だから僕の給料から毎月20万円入れて生活してたんだよ。まあマンションには一緒に住んでたから特に文句はなかったけどね。はあ？あんたがなんで毎月20万円も生活費に入れることができるのよ。あのさ、何度も言ったけど僕も正社員として働いてるの。ボーナスの額とか年収はゆかの方が少し多いけど毎月の給料はほぼ同じだし、残業が多かった月は僕の方が多かったくらいだと思うよ。何見え張ってんのよ。結婚前は年収300万円くらいって言ってたじゃん。それって何年前の話だよ。あれから出世もしたし今は600万円近いよ。ゆかは650万円くらいだっけ。大して変わらないんだけど。は？そんなの聞いてないんだけど。話したよ。ゆかは僕が低収入って決めつけてろくに聞いてくれなかったけど。余裕あるんだったらなんで慰謝料なんて請求してきたのよ。嘘つき。ゆかの浮気で離婚したんだから慰謝料請求は当たり前だろ。もう浮気してないから帰ってきてよ。本当に生活できないの。このままじゃローン払えないのよ。電気代も滞納してて止められそうなの。は？お前慰謝料払ってもまだかなり貯金あったろ。多少赤字になってもたった2ヶ月でそこまでの状況にはならんだろ。あんたと別れた後ちょっと一緒に暮らしてた男がいたんだけど、その男が車欲しいとか言うからさ買ってあげたのよ。彼フリーターで収入少なくて他にもいろいろ出してあげてたし。つまり男に貢いで貯金も全部使い切っちゃったってこと？てかフリーター男に乗り換えたのかよ。さすがにショックだわ。貢いだとか言わないでよ。あんたも低収入だけど問題なく生活できてたからフリーターでも大丈夫だと思ったの。それにしてもお前って本当に何も考えないんだな。収入と出費をちょっと考えたらかなり生活切り詰めないとローン払えないってわかるだろ。俺の収入をプラスしても決して余裕はなかったんだからさ。そもそもマンションも予算オーバーだって何度も言ったでしょ。分かったよ、認めるから。全部私が悪かったし間違ってたの。だから帰ってきてよ。私和親がいないと何もできないって分かったのよ。ちゃんと謝るからお願い。仕方ないなって言うとでも思った？絶対に帰ることはないし二度と会うこともないから。そんなこと言わないでよ。私にはあなたが必要なの。あなたがいないと生きられないの。金までそこそこ稼いでくれる有能な家政婦としてだろ。お前にこけ使われるために帰るほどド M じゃねえから。これからは自分の頭でしっかり考えてやりくりするんだな。私を見捨てないでよ。お願いだよ。これからは私も家事手伝うよ。わがままも言わないからさ、いい奥さんになるよ。だから帰ってきてよ。ねえ、和親。その後、ゆかは結局うまくお金の管理ができず、マンションのローンが支払えなくなってしまったそうです。仕方なくマンションは売却しましたが、ローン残高の満額には届かず、マンションを失って借金だけが残ることになったんだとか。一方、僕はゆかとの生活のおかげで家事スキルもかなり高くなっていましたので、快適な独身ライフを楽しんでいます。